はい、どうもこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室代表講師の平田直幸です。本日はこちらです。楽譜の読み方を、お話していきます。初心者の方など、ドラムを始めるにあたって教則本を買ったり、もしくは好きなバンドのバンドスコアですね、買ったりしたりすることはあると思います。その時に出てくるのはやっぱりこのドラムの楽譜となります。ドラムの楽譜はピアノやギターやベースの楽譜に比べて、平音記号で書かれることが多いんですけども、音階の概念がないので、すごく比べるとすごく読みやすいです。もちろん音階の概念がないので、シャープフラットはございません。はい、まず左上から見ていきましょう。まずこちら、この2つ同じなんですけども、クラッシンバルを叩いてくださいって表記です。はい、なんで形は違うんですが、その形が違うのは、まだドラムの楽譜が世界共通ではないので、出版社によっても書き方が変わったりしますので、まあ大体こちらかのどちらかですね。はい、書かれる場合が多いです。なんでこの辺を見かけたらクラッシンバルを叩いてみてください。はい、でその隣です。これがライドシンバルを叩きます。次に隣、まあ、バッテンですね。バッテンはもうシンバルですね。これがハイハットシンバルになります。で続いて太鼓です。こちらからハイタム、ファーストタムですね、ロータム、セカンドタム、スネアドラム、フロアタムで、最後にバスドラムっていう風な書き方をします。はい、なので慣れてしまえば読むのは優しいんですけども、慣れるまではちょっと大変です。はい、なので、この高さによって音符で、どこを叩くかっていうのが決まりまして、何音符かっていうのでスピードが変わってきます。はい、まあ、ぜひそうですね、いっぱい楽譜を読めるように練習していきましょう。ご視聴ありがとうございます。